みーちゃん、お散歩行く？何それ？皆さんこんにちは。ベリーはもうすぐ1歳4ヶ月になりますが、いまだにお散歩が大嫌いで家の周りのお散歩ができません。だから車で公園まで行ってお散歩の練習をしているんです。今回はそんなベリーがお散歩拒否をする様子とある不思議な行動を動画にしましたので、ぜひ最後までご覧くださいね。お散歩拒否、実はもう始まってるんですよ。ベリーは嫌なことがあるとこうなるんです。頑張れ、ベリー、ダメだね。あかん、大丈夫、ちょっと。ベリーはこの公園の 2.3 キロのサイクリングコースをお散歩の練習に利用してるんですけど、半分までは歩けないから私が先に進んで呼んだり抱っこ散歩をしたりして、とっても苦労しながら進むんです。でも後半の帰り道になるとベリーに面白い変化が現れるんですよ。これちょっと見て、セミの茎が、すごいね。なんでここに集まってるの？だからここで、あれ脱いだ、脱いだね。ベリーちゃん、これベリーちゃん、やめてやめてよいしょ。あ、出たね。始まったじゃない？始まった。始まったね。行きたくない。来たばっかなんで。やばの。え、すごいね。どういうことこれ？ずっと待ってる。いいですか、こんにちは。こんにちは。上手。ベッサ上手。違うね、9月でやってみた。まだ若いね。遊びたいばっかだよ。ありがとうございます。
さあ折り返し地点に来ました。でもちょうど折り返し地点でベリーは行きたい場所があるんです。ウクランは行けれんな、行きたそうだけどウクラン行きたそうだね。うわドクランドクランって思ってるよ。でもダメだよベリー、あ僕はドクランに行きたい行きたいね。行きたいところがあるんだねベリーね。あそこに行きたいんです。残念だったね。何が、まだパンツがない。メイちゃん自分が悪いんだよ。メイちゃん自分が悪いんだよね。でもこのサイクリングコースの折り返し地点からはすごいんですよ。ベリーは急に走り出すんです。駐車場の場所を覚えてるんです。ベリーはお散歩が嫌いで早く家に帰りたいんです。かわいい顔かわいいね、ゆりちゃんは。